はい、こんにちは。まーちゃんねるまーらです。はい、今日は意外なもの、こちらですね。うい。仮面ライダーフォーゼの変身ベルト。ギャラクシーフォーゼドライバーです。はい、ということで、なぜ今フォーゼドライバーなのかと。うん。平成ジェネレーションズフォーエバーには登場するだろうけど、そんなに重要な役どころじゃないのにもかかわらず、なぜこれかっていうと、あの変身ギミックがなんかすごいかっちょいいんで、気になって買ってしまいました。実はフォーゼの1話見たんだよね。そうだね。うん、そうそうそう。なんで、これからフォーゼ見ていきたいなと思って買ってみました。はい、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい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 、はい、こちらがフォーゼドライバーですね。すごいかっこいいね。クリアだ。クリアなんだよね、うん、機械が見える。そうそうそう、だから配線とかねよく見えるんだけど、うん、これはこれでありだね。そうだね。こんな感じだったんだ。で、ここに大きなモニターというか液晶がありますね。この変身スイッチとかこのカチャカチャできるのが楽しいです。あ、本当に？あ、本当だ、いい感じね、これね。はい、そしてこちらが1番のアストロスイッチですね。うん、これ確か1番から40番まであるんだっけ。40番、そうだね。もう今から全て集めるのは無理だと思うんだけど、うん、面白いね、こういうなんかちょっと、ね、なんか押しボタンギミック。で、これが2番のアストロスイッチだね。これはこう前に倒せる。面白い。面白いね。で、これが3番のアストロスイッチで。ひねると。ああ、なるほど。面白い。これが4番のアストロスイッチだね。これは？この真ん中のところを回すと、最後にカチッってなる。ああ、なんか、フィジェットキューブだっけ？うん。ああいうなんか、ね、あったじゃん、ボタンのやつ。ああ、あれっぽいね。あれっぽいよね、うん。それでこのアストロスイッチを刺す部分、うん、これちゃんと形になってんだね。丸、×三角、四角。ねえ、だから対応したアストロスイッチじゃないと刺さらないわけだね。うん、例えば丸のところに三角を刺そうとしても途中までしか入んない。ああ、電源入れるね。おお、光った。へえ、かっこいい。うん、できます。はい。おお。ロケット出た。ランチャー。ランチャー。ドリル。レイダー。うん。でよ。うん。変身。こんな感じなんだ。ちょっとここが今反射して見えなかったからもう一回やってみようか。うん、変身。おー、ここにフォーゼが映ってたんだね。すごい。いいじゃん。で、この状態でアストロスイッチのボタンを押してみてくれる？うん。ロケットオンって言ったのかな。うん、あ、モジュール発動って言うんだって。じゃあ2番目もやってみてくれる。ランチャー。いや、ちょっと待って、すげえいいじゃんこれ。すごいすごい。ドリルはやってみるね。おお、あ、ちゃんと音が鳴るねえ。あ、すげえいい。いいなぁ。バボ、もともとさ、あの、宇宙好きだからさ、うん、NASA とかさ、JAXA 好きだからさ、これぴったりだよね。うん、今更だけどね。今さ、もうとっくに放送終わってんだけどさ。じゃあ、この状態で必殺技やってみましょう。はい。あ、リミットブレイクっていうんだ。フォーゼアーマーの必殺技リミットって言ってたもんね、うん、あ、これだったんだ。これだったんだ。いや、これめっちゃいいんだけど。すごい。はい、それでは7年前のフォーゼ対最新のライダーのジオ、これで変身対決やっていきたいなと思いますね。じゃあ行くよ、せーの。はい、じゃあまずはどちらが早く変身が完了するかですね。はい、では早速やっていきましょう。せーの。変身。
宇宙来たー勝ったそりゃそうだよね。だってこっちさ、アーマータイムだ、ね、アーマータイムだからね、うん、はい、はい、では必殺技対決いきましょう。イエーイ、必殺技はこっちの方が早かったぜ。1対1か。はい、じゃあ最後に変身解除対決だね、はい、これはもうこっちの方が早いでしょ。2個しかないからね。じゃあせーの、勝ったあ、そっか、スイッチ抜かなくていいんだ。スイッチ全部勝ったやったはい、ということで今回は仮面ライダーフォーズの変身ベルトジャックスフォーゼドライバーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで、すごい良かった、すっごい良かった、すっごい良かった、良かった今年のドライバーの中で一番いいかもしれない、うん、っていうぐらい気に入った。そうだね、アストロスイッチ中古屋さんで見つけたら買ってきたいなと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。